らが選べる2サイズ、裏起毛裾ファスナーワンピースです、はい、キーマーが E-2958 です、はい、お色がまずぷくちゃんが着ているグレージュ、はいはい、そして手に持っているブラック、はいはい、私が着ているのがブラウンになります、はいはい、でこちらは3色展開で、2だけあります、はい、M サイズ、L サイズです、はいはい、ではお値段いきます。じゃじゃん、2490円、イエーイ、はい、でこちらも、12月10日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、はい、じゃあポイントお願いします。はい、はい、これはですね、あの商品ページにもね、脱部屋着見えって書いてあるんですけど、うん、本当にねその通りで、こういうカジュアルな生地のロングワンピースって結構部屋着に見えちゃったりすると思うんですけど、これはね裾にこのファスナーがついているのがすごいおしゃれ見えで、生地感はすごい柔らかいのにすごいおしゃれ見えしてくれるワンポイントになってます、うん、で実はこのファスナーもシルバーではなくてゴールドになってるので、うんうん、これもね綺麗見えのポイントかなと思います。でここはね調節ができます、はい、開け閉めの調節ができるので、まあ、1枚で着るとき全部閉めてもらったりとか、パンツ合わせのときはちょっとこう開けてもらって、うん、抜け感出してもらったりとか、いろんな着こなしができるワンピースになってます。でこちらもですね裏起毛になってます。めっちゃあったかーです。あったかいね、これはあったかーな起毛感になってるので、すっごい肌触りいいですし、しかもこれ静電気防止加工がついてるんですよ。すごい、うんうん、なのでタイツとかとね合わせてもパチってならないし、はい、うんうん、あのパチパチならないのも嬉しいポイントになってます。はい、そして、うん、これは洗濯可能で、こういうのって結構フードのところね、うん、乾くの時間かかったりするんですけど、うんうん、ここはカットソー素材、そうですね、なので、ね、そう、ここもね乾かしやすいポイントなので、うん、いろんな工夫がされてるワンピースになってます。はい、うんうん、ありがとうございます。で、そう、私タイト履いてきてみたんですけど、私は違わないです。なるほど、このところは全然大丈夫です。嬉しいです、うん、ファスナーめっちゃ好きって方が結構いらっしゃる、そうなんですね、うん、あ、ファスナーのとこの紐って外せますかっていただいてるんですけど、あ、これはね縫われてるけど、あ、切ったらですよね、空間あるので切ったら大丈夫です、うんうんうん、はい、はい、カラーのニットは紹介しました。今日の2点目に、うん、はい、紹介してます。なんかよかったら IGTV 見返してみてください。はい、着丈を教えてください。着丈はですね、今福ちゃんがね着ているのが M サイズの方で、あ、ちょっと待ってくださいね、私でも L サイズの方に丈感の方が好きかもしれない、ね、長めの方がね、うん、着丈、福ちゃんが今着ているのが104です。104で、L サイズが108です、はい、4センチ差ですね、うん、そう、私もこれは L なんですけど、うん、まあ108センチなんでこんぐらいのね丈感にはなります。うん、ぷくちゃんも L 着てきてみる？じゃあこちら L ですね、それ L だと思う、確か、はい、あ、L だ、はい、うん、さっきよかったら見てみてください、ぷくちゃんでね、はい、うん、ワンピ表面の触り心地も良さそうに見えますか？もちろんです。カットソーじゃない、あのちょっとスウェット系の素材で、うん、めちゃくちゃいい肌触りだと思います。うん、あ、低身長動画はね、これねちょっとないんですよ。ちょっと商品これ実物なんですけど、ギリギリまでちょっと届かなくって、多分撮れてないと思います。すいません、サンプルがなかったので申し訳ないです。商品ページとかにないかな、ないか、うん、ごめんなさい、一応私が164センチで福ちゃんが157センチなので、ちょっとそこで見ていただいて、ただあの S サイズ、まあ、着丈を見る限りでは M サイズ104センチなので、あの150センチ台の方、低身長さんとかでも
あの全然下にすることなくは着れると思うんですけど、うん、ちょっとね、着た感じはお見せできなくて申し訳ないんですが、はい、福、はい、ちゃん L サイズ着てきました。 L サイズ、はい、どうですか。私こっちの方の丈が好きです。うんうん、しかもなんかこうちょっと開けれるね、そっちだと。そうなんです ね、こっちはちょっと開けて丈感、うんうん、出してます。はい、このゴールドが可愛いですよね。可愛いゴールドポイントになります。うん、うん、あ、ファスナー開けてボトムスにガラスカートとか、あ、かわいいね。絶対かわいい。ちょっと柄、柄あったんですよ。ちょっと待って。すいません。興味が出ちゃうの。ワンピースね、チェックの私のコラボとかガラガラあるけど。これのどこに入れるかな。か、ちょっとチェックではないけど、うん、無地のこのフレア、うん、かわいい、かわいい気がする。ちょっと着てみよう。はい、はい、確かにレイヤードもね、いろいろ楽しめますね。うん、はい、うん、と黒の、あ、ツイードベスト、さっきのか、ツイードベストにインナー黒のハイネック、絶対かわいいですよ。うん、絶対合いますよ。うん、うん、今ちょっとね、ハイネックがないんだけど、これやっぱ黒、本当に黒系でこう配色も合わせてるので黒は絶対合うと思います。ふくちゃんちょっとだけ上げてるのがセクシーで可愛いね。これぐらいの空き感が可愛いですよね。うんうん、パンツとか合わせてたらもうちょっと上げてもらっても可愛いと思います。みーちゃん中に着てるのは N555 です。はい、タートル苦しくないですか。タートル私は苦しくないです。この N555 はね、うん、首周りそんなにぎゅうぎゅうに苦しいタイプじゃないので、うんうん、ベージュもブラウンもカフェ系のお色で可愛すぎた。確かにね、優しい色味ですよね。うんうん、すごいどっちも可愛いです。うん、で生地感もすごい柔らかくて優しい感じです。どっちもね、合わせやすいお色味だと思います。とあと何点紹介ですか。あとこれ含めて2点紹介でございます。はい、ファスナー開けてきたらロングコートとか着ても引っかからなさそうですか。お、引っかからないんじゃないかな。引っかかりはどう引っかかるんだろう。こういうことかな。足っていうか、これにロングコート合わせめっちゃ可愛いです。可愛い、うん、うわ、めっちゃ可愛い。可愛い、可愛いね。そう、下に無地なんですけど、全然これ柄でも可愛いと思います。うん、中に来ました、スカート合わせ。うん、引っかかる。これがこう引っかかるってことかな。ああ、割とこう、うん、まあでもこのコートスリット入ってるからな、やっぱ、うん、なん大丈夫だとは思うけど、うん、コートの種類にもよるかな。そうですね、うん、割とここが浅め、これぐらいだったらちょっと引っかかっちゃうかもしれない、うんうんうん、これぐらいだったら大丈夫です。はい、はい、あ、ワンピも可愛い。今日は朝履けてね、え、今日も可愛いのいっぱいあるからな、すごい前見ますよね。あと今日あの岡部さんのが予約なので、予約商品と通常商品一緒に買ったら予約の時に、はい、あの届いちゃうので、そこだけちょっと気をつけてくださいね、はい、ちょっと最後にも言おう、はい、このコーデめっちゃ好きです。可愛いね、これめっちゃ可愛い。そう、ちょっとこのファスナーなかなかないからめっちゃおしゃれな感じに見える、うん、そう、でファンナー開けるともうめっちゃ足さばきがすごくいいので、うん、さすがおしゃれさん、おしゃれさん、さすがやってみてください、うん、これ、うん、ちょっと女の子っぽいね。確かに確かに、うん、あ、少し前に紹介されていたフーディーワンピと生地感違うかな、どっちがあったかいですか。火曜日のですかね、火曜日も、うん、確かワンピやった気がする。ここが V なんですよ、うんうん、あれよりはこっちの方がやっぱ裏木もしっかりめなのと、厚みがこっちの方が私個人的にはあるような気がするんですけど、こっちかな。でも丈は向こうの方が長いんですよね。うん、うん、ですね。生地の厚みでいうとこっちの方がちょっと厚い気がします。はい、うん、じゃあ次のやつ行こうと思うので、はい、福ちゃん入れてください。はい、
次のやつもね日曜日の新作なんですけど、はい、サンプルがあったのでこれだけ持ってきましたので、可愛いのでぜひ見てください。うん、あ、ゆうさん、よかったです。この合わせ、ぜひ、ゆりなさん、スカート合わせ、絶妙だけなのでしてみてくださいね。合わせばっちりだけです。かもめんさん、グレージュが一番ホコリとか目立たないですよね。そうですね。やっぱり薄い色の方が、やっぱホコリ、こう白い感じのホコリは目立ちにくいと思います。はい。ベストは18時からの販売です。価格も知りたいです、久美さん。ベストは、今日の18時から販売の商品になります。で、お値段が、2890円です。で、送料無料の特別価格なので、ちょっとお安く、もうちょっと安くなってます。はい。あ、福ちゃん、おそらく12月2回出たから今年のライブ最後ですか、早すぎるけどいいよ、良いお年をだって。本当だなあ、早っ、良いお年を、良いお年をやな、福ちゃん、なんかもうまや